それでは発表事項に移らさせていただきます。梶特命教授から治験成果についてご説明申し上げます。ただいまご紹介に預かりました特命教授の梶でございます。ただいまの河村学長のご紹介にありましたように、今回、この発表をするにあたり、特に AMED、日本医療研究開発機構の全面的なサポートを得たことを感謝申し上げます。では、本題に移らせていただきます。これはアンメットメディカルニーズ調査というものでございます。ちょっと英語で恐縮ですが、これは EMA、欧州医薬品局が2019年にまとめたものでありまして、これは患者さんが困っている度合いと実際に提供されている医療、もしくは薬剤、そのギャップがどれだけ大きいかということを実際にいろんな要素から数字化したものでございます。すべての疾患の中で ALS、 今その河村学長からご紹介がありました非常に大変な病気ですが、この ALS はすべての疾患の中でナンバーワン、一番アンメットメディカルニーズが高いというふうにされております。例えば3番目に、膵がん、一般的な病気この中含めて、その中で一番ニーズが高い。本発表のポイントといたしまして、このように世界的に最も本当に効き薬剤が求められている病気において、本治験におきまして症状進行抑制効果、そして、延命効果が同時に証明された初めてのお薬をここに紹介させていただきます。筋粛性側索硬化症は先ほど河野先生から述べさせていただきましたように、運動神経の細胞、これは上位運動ニューロンと下位運動ニューロンというのがございますが、両方とも障害される病気です。中年以降に発症することが多くて、10万人あたり5から7人という非常に少ないように感じられるかも分かりません。ただ実際に非常に予防がよろしくないということで、亡くなられる方が非常に多いわけです。そのために、患者数は9000人というようなことになっておりますが、例えば親と生まれて何人に1人この病気にかかるんだという生涯発症リスクは300人に1人という統計もございます。決して稀な病気ではありません。でほとんどは後発性、家族性、遺伝性のものは約 10% でございます。発症2ないし5年で死亡、もしくは人工呼吸器の装着でずっと暮らすというふうな、そういう非常に大変な病気でございます。で現在承認されている治療薬の効果は限定的でございます。で、一つはリルゾール、これ一番古い薬ですけれども、症状改善、いろんな手法をいろんな研究でなされておりますが、どれも改善するという証拠はないんですが、不思議に約90日生存期間を延ばすということが分かっております。で我が国で開発されたエダラボン、脳卒中の後などに使われておりましたが、生存延長期間、生存期間の延長、これは不明でございました。そして症状改善につきましても6ヶ月間で、約 2.5 点ということで、一月あたり 0.4 点というふうな、これは ALS、FRSR という50点満点で、その症状を、減るほど、だんだんと厳しくなるというふうな指標ですけれども、そういうものが、抑制をするということが示されて、日本及びアメリカで認可になっております。ところが、エダラボンのその生存期間延長効果に関しまして、我々が発表する予定のと同じジャマニューロジーという雑誌に、2月号に、ドイツのグループから研究が発表されまして、延命効果ないというふうな結論になっております。
さらに日本で継続的にこういった研究をなされるので、断定するものではございませんが、エビデンスとしてあるものは現在のところございません。ALS の治療薬候補としてのメチルコバラミンでございますが、これは相当前ですね、もう四半世紀前ぐらいに、私が京都大学におるときに、やった研究でございますが、メチルコバラミンというのは、飲むお薬もありますが、大量になりますと注射でないとなかなか胃から吸収されにくいものですから、注射でないといけないということで、注射の常用量をこれロードースと書いておりますが、これ 0.5 ミリ、そして、これの50倍ですね、25ミリ、これを、2週間、投与して ALS の初期の患者さんでこの筋肉の力の指標とされる筋の電位がどうなるかということを見ました。そうしたところ普通、進行するとどんどん小さくなっていくばっかりのそういう病気でありますが、一時的にしろ筋の電位が大きくなったという現象がありました。でこれも、また同じことですけれども、したがって、この病気になった方、非常に病初期であれば、保護する効果があるということが分かりました。でこれは泉先生が、私が徳島大に移ってからなさった仕事ですけれども、実際にこの治療をしている人、この黒ですね、していない人の間で、小規模の生存期間の分析をしたところ、投与している分の中でかなり長く生きておられる方がいらっしゃるということも分かりました。最初は早く亡くなる方は共に亡くなりますので、最初のこの生存率は同じですが、途中で枝分かれしてなかなかこう投与していると亡くなりにくいという方がいらっしゃるということが分かったわけであります。でこの臨床試験をエーザイ株式会社が企業試験として2006年から2014年、10年以上かけてですね、やっていただいたわけです。でこれには、3群に分けます。まず、12週間の観察期が、ありまして、そして、プラセボ、これ偽薬ですね。でメチルコバラミンの割と、中等量、それからメチルコラコバラミンの50ミリ、大量というふうにしまして、実際にこの3群において、その症状がどう変化するか、先ほど言いました ALSFRS というスケールを使って見たということと、生存がどうかということを10年がかりで見た試験であります。これはもう今後このような10年以上かけて生存を見るスタディというのは、非常にも資金的にも人道的にもやりにくいという状況になっておりますが、非常に貴重なデータです。そうしましたところ、発症後3年以内の患者さんを全部エントリーをして差し上げました。そうしたところ、その、イベント発生、つまり、亡くなられるか、人工呼吸器につながるかというイベントに関しても、今言いました症状の指標に ALS、FRSR につきましても、有意な差はございませんでした。ところが、発症後1年以内の患者さん150人ぐらいおりましたが、これで見ましたところ、イベント発生、つまり、この亡くなられるか、もしくは人工呼吸器につながるかというふうな患者さんの割合はですね、このプラセボ群、この水色ですけれども、プラセボ群に比べて、この50ミリ投与した群ではですね、約600日を超える、生存期間の延長が見られました。で、また、この症状の指標である ALSFRSR に関しましても、16週で 2.6 点ですね、月あたり 0.65 点というふうな改善といいますか、抑制が見られるということであります。ここで、共通して分かってきたことは、ALS は早く治療しないといけない。早く診断して早く治療しなければいけないということが分かってまいりました。そのために、徳島大学のいろんな先生方と協力いたしまして、国際的に著名なこの ALS の電気診断の専門家を淡路島に集まっていただきまして、淡路基準というものを2007年に作りました。これが本研究の布石になっております。
理由はですね、1年以内で約 70% の運動神経細胞がなくなってしまうというそういう病気でありますので、残りの 30% に関して、我々が改革しようというのはかなり厳しくなってまいります。そういう意味で早く診断して早く治療、これはアルツハイマー病でもそうですけれども、そういうことを考えて2007年からこういう基準を作り、国際的に、もうすでに認められているものになりました。あとは本治験で、一番中心的な役割を果たしていただきました飯泉先生の方から、プレゼンテーションさせていただきます。